はい、どうも皆さん、こんにちは。2018年6月の5日、23時43分です。よろしくお願いします。皆さん、お待たせしました。男官塾のね、公開が始まりましたので、どうですかね、皆さん。楽しんでます？一緒に見てみましょうよ。一緒に見ましょう、みんなで。やっていきますか。さてと、ちょっと待ってね、準備するから。解放頑張ってるね。ヒドンナさんとのコラボで結構閲覧爆発してるから、なんか活躍してるの嬉しいよね。映像と音声問題ないっすか？映像と音声問題なければ教えてください。大丈夫でしょうか？映像音声問題ないっすか？これで OK かな。じゃあ皆さんで見ていきますか。はい、こんばんは。ですね、お願いがあるんですけど、今、ふわっちの下に書いてある URL、リツイートぜひお願いします。じゃあ一緒に見てみましょうか。リツイートだけお願いしますね。リツイートだけ。いきます。しかし、こう毎日毎日寒くて困ったねー。もう季節が。新しい年が始まったと。まだおめでとうございます。半袖ですよ。もう暑いね、暑いこですれ。よ。昼間でもね。今日だって26度ぐらいありますからね。まあでもありがとうございます。そうですね。男官塾、募集しまして、配信者という人たちにね、ニコ生放送だとか、いろいろと、すごいね。すごいんですよ。50人ぐらい来て、そこからまたいろいろ待って、今だから40何人まで来てて。すごい、40何人。42名ですね。はい。よく、だいたい半分近くは、病院の診断書がついてる。いや、もうついてますね。なかなかね、嫌な人もちょっと来てます。これ、外泊許可ダメってのはダメでしょ、これ。ダメですね。で、今日はなんか僕らこの、配信者の方々、面白かったでしネットょ。ではそういう有名な方もいるし、今の人もいるんですけど、あんま分からないんじゃないですか。全然分からない。ってことで、今日は詳しい、配信者、自分で配信もやってるし、配信者にも詳しいということで、今回のプロジェクト、いろいろ協力してくれた、ワドさんが、そっちに。ワドさん、ありがとうございます。ワドです。アメリカンな雑貨屋さんに、そうです、ああいうマスクあるじゃない。ありますよ、ありますよ。ろうそくみたいな。アパレル屋みたいな格好してますけどね。誰がろう人形だ。40何人いるんで、はい。事前に半分ぐらいに絞って、でなおかつ今度また2週間後、3週間後ぐらいに本物を20人呼んで、質疑応答かな。でもここからすごい世界が始まるんだね。いや、本当軽く、僕ら軽い気持ちだと、正直緊張はしなかったね。もうあるさんとも何回も会ってるし、ここのスタジオも何回も通ってるんで、僕は緊張はなかったです。なんか得するようなことないけどな。だけど配信者になるみたいですよ。配信者たちで、まあ、来てる人で以外の中では、要するにアンチもいるみたいですよ。なんだよ、芸能人が配信に入ってくんのかよみたおい、そそワード2、楽しんでて。ついにね、始まりましたよ、男官塾は。タックルだよ。まあでも、その中でも、ゆっくり見よう。みんな、リツイートといいねボタンお願いします。あとで、もしよかったら動画もね、いいねボタン押してください。まあね、下は15歳から、上は50代まで来てるみたいですよ。いや、楽しみだな。楽しみですね。ちょっと時間ないんで、もう一人一人見ていきますよ。はい。なんかさ、じゃあ、まず、ナンバー1番、海宝さん。これ、女性の方です、なんかさん。来た。めくれないよ。めくれないよ。時間ないんでしょ、今日。はいはい。これから撮影がないんじゃないですか、映画の撮影だよ。撮影がないでしょ。じゃあ、ナンバー1、ナンバー1番、海宝さん。我らが海宝。女性だよ。ちょっとふっくらした女性の方ですよ。43歳。あら、大人。ふっくらした。ふっくらした。デブじゃんかよ。ふっくらして、でもすごいですよ。私が何でもしますと言ってますよ。はい、で、あれですね。何もしてほしくないな。誰とでもベロチューできるので、動物とベロチュー企画もやってみたいです。もうね、すでに、ね、こんなことしますからね。ベロチューね。ワニとかね。ワニとかね。ウルトラクイズがありましたから、武志君だよね。なんでこのプロベやっぱすごいよね。いじりがすごいよね。面白いよね。24時間これつけてないとダメだとか、そういうもんじゃないよね。そいつじゃないんで。赤塚の漫画のキャラクターみたいな感じだから、いいですね。海宝さん。海宝さん、2番。
あ、これなんか若い。これ全部アドリブだからね。22歳。22歳。写真も綺麗だ。フリートークだよ、フリートーク。たけし軍団はですね、もうそういうところですからね。たけし軍団知ってんのか。いや、俺全然、ね、本当は声だけの予定だったんだけど、スタッフさんがあの映像を差し込んでくれた。本当は俺、あの、いいですよって言ったんだけど、いや、せっかくなんでって言って。うちなんで竹内君だ。いや、いきなり声入ったら分かんないじゃん。そう。何でもやっちゃうんだから。ね、女竹内君なんて構想もあったんですよね。うん、あった。あったけど、でそれ生でやっちゃうんだから。やっちゃうんだから。あの女優さんとかさ、うん、スタッフ関係だったらまだこの世界ではあることだけどさ、ね、はいはい、信号待ちのおばちゃんやっちゃうんだ。情けないよ。で、3番、何番3番、アイアムマン。これはあの、アイアンマン。アイアンマンのこう、なんか、これ解説っていうよりも、あの、なんていうのかな、配信者がどんな人なのか分かんないときに説明する役で入ったね、今回は。ですよね。あとは裏方。いや、プロとやっぱレベルが違うよ。チョモランマとかいきなり全部、本当にこのまんまのスピードでバンバン切っていく。ね、カットしてるんだけど、もう、なんつうの、すごいこといっぱい言ってるよ。人気配信者らしく来た、弁護さん。弁護さん来たよ。タイの派手なタクシーやでしょ、三輪の、うん。あれを日本に輸入して、トゥクトゥクね、トゥクトゥク。輸入して、それで日本全部回ったりとかしてるんですよ。なかなか、いや、プロのトークは違うよね。はい。トゥクトゥク。裏ルートでいろんなこと知ってんじゃない？そうですね、知ってんじゃないですかね。はい、トゥクトゥク。あ、そう。はい、スカイダイビングを携帯電話で。井出さん、井出さん。見ながらスカイダイビング。なるほど。あと格闘技イベントで300人ぐらい集めて、はい、この人たちをこういう役割を、うん、イベントも武闘的なこともやるんだ。ああ、じゃあプロデュースができるんだ。あ、できます。あ、じゃあなんかイベントやるときはそうそう、このそうです、踊る、伝説太郎さん、はい、スターナックルズでライターとかも最近始めて。なるほど。ああ、真実しか書かない、ね、そうですね。そうですよ、本当のものしか書かないですけど、格闘技イベントとか捨て頃とかでもね、この辺有力ですね。そう、有力ですよね。はい、なんかね、いろいろと、うん、やっぱりパワーのある人はね、欲しいですね。欲しいですよね。マンパワーもあるでしょうね。あの、見る前に飛べてるでしょ。エントリーナンバー5番、はい、ピンクさん。女性、意気込み、体力勝負は得意です。やっぱ体力勝負だね。はあ、いいですね。うんうんうん、まあまあまあ。結構ね、みんな体力勝負得意って書いてんだよな。山手線、徒歩1周だとか、うんうんうん、中途半端な体力だ。ちょっと映ってるね。嫌われたくないから、落とせないね。落とせない、嫌いに内心、そうなんです、気が弱いからね。そうなんですよ。僕らは人をね、選別するタイプの人間じゃないですよ、ね。後で逆恨みされるのね。怖いから。6番、安倍晋三。晋三人ですね。いいですね、晋三人。写真が出る。あら、15歳。ちょっとでも面白い。この16、15ってどういう感じなんですかね。15歳、中学生なんですか。そうですね、中3ですよ、15歳。高一か中三どっちかですね。まあ、条件付きで、両親込みで入るんだから。あ、なるほど。いいですね。3人で来いと。え、家族でね。家族で来いと。やりましょうね。いいじゃないですかね。どういうことで。次、葵さん。葵さん。7番、葵さん、23歳。ルイさんみたいな。これ男性ですか。まだ始めたばっかり。初心者で。なるほど、初心者。はいはい、あ、じゃあまだ何も色に染まってない、うん、こういうのはいいですよ。いいですよね。こういうのは普通のことなんだよって思い込ませちゃうとね。そうですね、うん、まあそれを世間では洗脳というんですけどでもそういうことですよね。これが世の中の常識だよと。この子は意外にホーリーネームつくの早いかもしれないまだうち最初に来たら、ね、あの合格したら、うんうん、ここにチップを埋め込むとかいいですね、やりましょう。絶対逃げられる。次、8番金閣寺さん。金閣寺、うん、32歳、これはどんな方ですか、浦野さん。この人はあんまりその人数は多くないんですけど、見てるリスナーさんはなんか顔がこう、イケメンでこう、ね、可愛い感じだね。可愛い感じのね、女の子みたいな顔をしていて、いいですね、持ち前のアイデアで配信者に新しい光を与えますっていいですね。自分で持ち前のって言っちゃうからなかなかね、憎いじゃないかっていうね。さあ、9番、なおとみさん。なかなかの、59歳。59歳って、はい、そのぐらいですけど配信の方ですか、うんうん、はい、どんな感じの、見たことありますか、あんまり有名ではないけども、の方なんですけど、まあ、結構長くやっているみたいな配信を。無茶振りできるかってなかなか。エントリーはできなかった。なんであれ、ね、要は、あの、楽しくみんなでちょっと説明するけど、エントリーしたいどころか、俺、この企画の立ち上げから関わってんの。で、配信者を使うっていうことは、あの、俺から提案させてもらって、その、
仮想配信者と大手配信者かっていう。で最初はだからダンカンさんの塾生を募集、単純にオファーかけるっていうやり方とか、 YouTuber 使おうっていう話とか、一般人とか案がある中で、いや配信者面白いんでぜひ使ってくださいって、俺が出れると思ったからやったのよ出たいからその企画を盛り込んだんだけど、いざ企画がスタートして、よっしゃ始まるぞと思ってエントリーしますって言ったら、いや関わってるから不正行為になるからダメですよって、それ見てる人が納得いかないでしょってなって、じゃあ裏方でっていうことが流れ。だからエントリーできなかったわ、これやるのはね。そうですね、スタッフです。一応うまくいかなくてもそれはいいことなんだよ、生きてるっていうのはね。いっぱいこういう山あり谷ありで刺激的なことが、番組作ってんの、我々の考えだから。そうですよね。ただ一つ問題はね、死なれると困るねそれだけは困りますこれだけは、ね、社会的な問題になっちゃう。次34歳アグリン、アグリンちゃん若いですけどね。34歳、うん、ニコ生でやってますよと、うん、なんかビキニお披露目したりとかやってるみたいですね。どんな感じの見たことありますか。結構あのおっぱいを強調した配信。あららららら、セクシーを売りに。なるほどね、そういうパターンもあるのか。これ書いてないけど多分子供いるな。そうでしょうね苦労してると思うよ、うん、34歳で大概また何度も何度もやり直そうとするんだけど、うん、だいたい同じような男を好きドメスティックバイオリンで好きな人はドメスティックバイオリンの勝手に子持ちの DV 男が好きなキャラにされてるからね。野田総理、これはですね、配信者も出れるっていうか、配信者を募集してんの。たけしさんがですね、去年ダンカンさんが2年前にニコ生っていう、たけしさんがこうインターネットの番組に出るとかだったんですよ、うん、その時にこの人がインターネットでたけしふざけんじゃねえみたいなこと言ったんですよ、うん、そしたらでもすぐ翌日すぐ2日後ぐらいにごめんなさい謝っちゃったんですよ。謝らなくてよかったのにね。ねえ、面白かったのに、ね、かったのに、僕らに会いたかったんですよ、うん、だからそれだけ思い度胸のあることができるんだ。そうなんです、そうなんです、無名でも全然 OK だよ、配信者であれば。42名募集来たからエントリー、参加者が50人でエントリーシート書いたのが42人。たけしもやろうっていう、そうですよね、人間だもんね。人間だもんいいですね、書いてあるのでニコラマの問題発言をしてたけしと共演を逃がすいいですね。はい、12番ヘナチョコサナサナさん、もうなんかちょっと顔は怖いですけどね。身長がものすごくでかく195センチ。ここ来なくてどっかの格闘団体とか195センチ。これバランス的に顔は配信歴全く関係ない。まだ伸びるから、むしろリスナーさんでダンカン族やるために配信始めるのも OK にして。いやいや、だからそれあの多分ここに全く関係ない、あの、うん、いろんなもの入れてくれるんで、機械的なものショールームとかから来たよ、エントリー3センチぐらい足して手術する、その間200人2年かかるって言いました。あとここになんかシリコンとか入れれば、そう、そういうこと。15センチはいけるだろう。配信をつけてるんであれば誰でもいいっていう条件。頑張ればんで、なんかこう整体の人と伸ばしてもらったとかあったじゃないですか。あれやったの。それだよ、それの以上伸びますよね、絶対。あと、あと40センチは楽にいくよ。いきますか。首に赤いけてる首の長いせんじゃん。あのアフリカ大陸の無理無理。世界で一番でかいのいくつなんだろうな。多分俺がなんか見たら2メーター50だから60、そのぐらい。2メーター71個とりあえず面接の時まで2メーター32個して、ね、すごいよね。最低195ですから2メーター首はしてもらうと。このべしゃりすごいよな。サダのプロフィール見て身長2メーター70にしてこいってすごくない？そうなんだ。あの中あやたら最近はね、やたら中国が挟まるといいじゃないですか。だから挟まってもらうっていうのもありますけどね。ああ、中国ね、必ず挟まってる。必ず挟まってるとかね。すげえよな。やっぱりこうなると全員会ってみたくなっちゃうね。なっちゃう。でもそうですよね。あの写真わからないですもんね、これじゃね。アキラッパさん、アキラッパさん、今多分見てるんだよ、この配信。見てるか。俺のことどうやって生きるんだろうって、飛ばそう。そういうのもありなそういうのもあり。後でどうなるの、後でどうなるの、ドキドキだね。横山みどりさん。この方ものすごい人気配信者で、すごいらしい。ニコニコ生放送、多分トップクラスに有名な。この人すごいらしい。はい、はい、これはだって大きいじゃない。大きいですね。エースとして働いてこれはもうエース候補ですよね。はい。あくまで配信者も限定で募集してるね。時間をかけて体力を使う企画が得意ですと。あの立川のところで議員で今立候補していて、選挙活動とかもやる。市議会議員に立候補するんですと、今度この方。面白いですね。
行こうよ、みんなで公園に立川まで行きましょうよね。行こうよ、だから一緒に車の上とか乗るの。そうそうそう、横山もやってる時に、あの選挙の、あの、いるじゃん、女の子、はい、あの、ウグイス嬢です。ウグイス嬢、あれ、尻とか触りまくってそれ横山ノックでしょ。あ、名前変えよう、横山ノックみどり。ノックみどり、ノックみどりネミでよ。さあ、これ人生の横山さん、分岐点ですよ。立川市議会の議員になるか、もし受かったら南関塾に来るか。お、ハニー大木さん、16番、うん、写真から普通の普通っぽいんですけどもね、なんか、はい、ね、バックパクションからニュアンスって何、どういうこと。いや、配信者だったら別に誰でも OK っていうだけ。輪ゴムでバンジージャンプ、これ見たいな、実際問題。バンジーでこのランカンさんね、ウルトラクイズでとんでもないところが落ちてましたから、自作の輪ゴムってすごいですよね。どういうことだ、どういうことですかね。まあ、でも本当、まあ、この通りでドキドキするような感じで、そうです、ぜひその映像を見たいな。ポトンと落ちて死んだらどうしますよね。でもうまくいってんだろうね。まあ、でもそうですね、まず、でも難関軸はその上からじゃん。なるほど、自作の輪ゴムじゃなくて、ね、ミシン糸でバンジーだよ。もしくは雲の糸で、ね、雲の糸で、ね。17番、隣の人怖そうな野良猫さん、顔塗ってますね。すげえな、いいですね、この人ね。38歳、スイキャスなんだ、なんかね、ん、炎の滝行、プロフィール意味わかんないもんな。100キロ歩いてるもんね。すごいですね、自分でコミュ障害って書いてますけどね。なんかさ、裏方だからね、構成作家だから。そのパターンもあるんですね。しげしさん、18番、この方も52歳だから、味のある顔をしてる、味のある、なんかね、なかなか、なんかどっか映画の録音さんみたいな感じで、なんかね、ね、敗者としてステップアップしてるんで、敗者なんですか。またダンカンさんの周りに関係ないけど、ね、敗者で頭おかしい人いっぱい来るんですよ。頭おかしい人、ね、人いますよね。もう20年自称弟子って言ってる敗者がいるんですよ。渡辺様、18歳。いや、配信者に限らずじゃない、配信者を募集してるの。おとなしそうな子だね。おとなしそうだね。頑張らせていただきます。何回説明したら分かんないよ。なんか撫で方でさ、なんで分かんねえんだよ、タニスさん。ピンクの、そりゃそうだね。中学校の時にあの体育用具室の中で、うんうん、先輩の柔道部かなんかにやられちゃったんだよ。マットにこうくるまれた形で、昔って感じだよね。でも若いってのはまずいいですよね。若いってのはいいね。若いってのはいいですね。20番。3倍目、アットマーク光るそうだ、いいのかな、3倍目、すごく有名な、あらら、はい、あら、素晴らしい。ツイキャスというサイトで、若者人気で、はい、あらら、もう何万人も毎日毎日、あらら、ら、それは素晴らしい、格闘技イベントの名イベントだったりとか、はい、あ、格闘技もやられてる、そうです、あらら、先ほどの弁当太郎さんのイベントで、メインイベントになります。なるほど、あ、ちゃんとさ、やられてる方なんですね。で、前の日、朝まで飲んで、相馬富士山、バーって登って、2時間で登って、すげえ、体もバンバン張るし。これ素晴らしい、いいじゃないですか、ランカンさん。この、先ほど今ね、はい、あのおっしゃってましたけど、弁当太郎さんとかとこういう仲間同士でなんかこう、つながりがあるんだ、はい、21番、ほなちゃん、ほなちゃん、30歳、女性で人気ある方、あ、人気ある、はい、マスコット的なキャラクターで、ピンクの写真だけそんなにね、なんかあの肩になんかマスコット乗せると、うん、乗せちゃってね、こっちの方が10倍ぐらい可愛いもんな。そっちに目が行くんだよ。こっちか、行かないよな。どんなにディスられてもへこたれませんですって、旦那さん。あ、すぐ泣きます。へこたれるな。へこたれる。嘘。ゴミして泣きますか、ね、嘘好きなんだ。いいですね。まあいい、面白そうですけどね。嘘好きなんだ。あ、もう30分ぐらいワンワン。30分ワンワン。24時間泣けないじゃない。泣きよんだ。ねえ。22番ね。配信会一体を張る男って言われてます。すごい体を張って小島グランプリさん、東京のドブ川のうなぎを釣って、うん、泥抜きしないで食べる、なかなかの強者が、なんか竹志くんのチックな、お尻の穴に小麦粉を詰め込んで、ね、バーってやるんだ、ライターでバーッ、あー、なるほど、いいですね、だから首吊り芸って言うんですよ、いるもんだね。最近話題になったのが、はい、緑ガメをで、緑亀食べてました。緑亀ってやばいって言うもんね。すごいね。意外と美味しい。高校出ていきなりプロ1年目で30本打った清原みたいなもんね。1年目でね。これはおみきやくといぞ。1年目で2割80本打ったね。すごくない？小島グランプリのことを清原だっつったんだよ。なんかさ、あの野球大好きだから。やってくれそうですね。うん、23番、ネルさん。
いや笑い取りまくってる、有名です、有名で連行されるパトカー内から配信になって面白いけどね。そこでね、なかなかこう警察関係はちょっと、ね、我々もねお世話にはなりたくないんでね。一応ね。でも一番そのダンカンさんにおかけの思いだったよ。あ、そう。こうアンチっていう批判する人たち。見なきゃいいじゃん。ダンカンさんはこういう人だ。俺ね、小島じゃなくてね、スタッフさんの間ではワンタロウハマりそうって言ってるな。ワンタロウもしかしたらハマるんじゃねえかみたいな、ね。はいはい、38歳、お菓子作り、お菓子の作り方、赤ちゃんの様子などを配信してますよ。お菓子作りに赤ちゃんの様子です。これいいパパだよね。そういいパパですね。なんか塾来て大丈夫かなって思ってね。まあまあ、でもね、応募するってことはやりたいんでしょうね。叩けばチャンスだと思う。叩けばよかったな、今あの叩いてもマネージャーいないからね。事務所にね、モニケの殻だよ、モニケの殻。次25番、アキバウ。本当オフィス来たのモヌケの殻はダメでしょ。はぁ、5人大変ですね。39歳いないんで、なかなか。まあまあでもね、まあまあちょっとまあいいんで、会ってみるぐらいはいいかもしれない。ね、でも子供たちがあれじゃないか、お母さんがちょっと変なことしてるとさ、そうだね、いじめられたりとかするんじゃないか。逮捕の写真面白かったね。僕らは、てか俺が言える立場じゃないか。募集は終わりましたね。この間ライブで息子の前で。そうですね。ダンカンさん、息子の前でね、何か出して。あ、でも番組の最後に見たら面白いこと言ってますよ。26番。もう来ちゃいなよって言ってるから、最後まで見た方がいい。これは女装なんですか。いや、オカマ、ホモセクシャルの方。あ、オカマちゃんなんだよ。で、普段は女装してるんですけれども、いきなり泣き出すんですよ。おお。本当は私こんなことやりたくない。情緒不安定だな。面白いですね。よく拡張を歩きながら配信してるんだ。ナンパしてますね。あ、ナンパしてるんだ。泣くんだ。はい。さても泣く女の子いたよね。いた。今じゃ、そうですね。ホナちゃん。泣き対決ってもありますね、じゃあ。てか、もう普通に。新宿の歌舞伎町のほら、ドンキーのところの角に、檻作って2人ぶち込んどきゃいけない。でね、泣いてね、みんなに見られてね。27番、なんで写真ねえんだよな。エントリーで写真出さないってどういうことなんだろうね。どういうことなんだろう。ぜひチャンスをくださいと、今回。はい、37歳で。判断しようがないもんだよ。相手もありがとう。なるほど、人気配信者に対して。相手もありがとうございます。行っちゃってやるぞ。一発ひっくり返そうっていう、そういうことなんだね。そう。人気企画雑談カラオケですね。人気が出るテレビとか、ちょっとね、風雲たけしとかね。佐野さんありがとうございます。若狭先生これ書いてほしいよね。なるほどね。ありがとうね、小屋さん。そう、どういうチャンスなんだろうね。弾丸塾で、だからやっぱこう、やっぱチャンスだと思ってるんですよ、皆さん。その名前、弾丸塾で企画をやって目立てば目立つほど選挙権から遠くなんだよ。遠くなりますね。年金選挙権が遠くなる。あなたには選挙権出せませんって言われるんだよ。そうですね。下手したら日本から出されるって。ドリームチケットさん、これは3人組？3人のグループ。もう3人組グループ、グループって今までないね。ちなみにこの、クレイジーバーベキューってどういう？クレイジーバーベキュー？クレイジーバーベキューなんかあれだよ、ゲテモンとか焼いたりする。ああ、じゃあさっきのカブクジョが重なっちゃうね。焼くんだ。なるほど。相手もありがとうございます。こんな流れんじゃないじゃん。なんだそっち来んのかなと思ったらね。クレイジーだけにね。エントリーはね、50人参加表明して、42人がエントリーシート書いてきた。42。エントリーは。そうだね、解放ね。大体トムソーヤでつける人つまんないんだよ。人間ってそんなにトムソーヤでつける人いるかいっぱいいるのがいいね。俺あんまり手を取ってないぞ。トムソーヤ、29番トムソーヤさん、はい、これまでの人気企画、東京から大阪までの、徒歩配信、まあでもね、そっか500キロ以上あるよ、あるもんね、でもこれ、書いてるんですけど、まだ歩いてるんですよ、今まだ達成してない、あ、そうか、途中なんだ、旅の途中なんだ、あ、そうなの、はい、現在歩いてる、じゃあ電話今かけたら通じるの、通じるかもしれない電話も知らないの、電話知ってますよ、かけてみようか、いじらずキャラで面白いですね。なんかこうやって自分が出てるってなんか変な感じするな。僕らもそうですけど、トムソーヤで、まさにトムソーヤ。それね、あの番組の最後に出ますよ。っていうその何人合格できるのっていうのがあのミソなんで、この動画の。まあ俺もダンカーさんにね、カメラも何もないところで犬川杉っていうんで、鹿児島まで行きましたけどね。風船ガムありがとう。タムタム様のつい。30番ワンタロウさん。
26歳若いよ、ヒッチハイクと徒歩のみで北海道を一周をする企画など配信しております。風船がもありがとう。なるほどと、うん、カメラ回ってない時が一番面白いんですよ彼は。あ、そうなんだ、うん、でカメラ前弱い感じ、弱い感じ、もったいないタイプ、楽屋王な芸人でいうところの、いや、タレント養成とか考えてないよ。ただ面白いのみんな気づいてるんですけど、なかなか評価されて、それが配信には出ないんだ。で、今変えたいっていう風に、うん、あ、これはちょっとダンカン塾うってつけの人だと僕は思いますよ、ダンカンさん。こういうねえ、うん、うん、いいじゃん。数ヶ月インドに行って、はい、このダンカン塾が帰ってきてインドで神のお告げを聞いたんで、ダンカン塾だ、ダンカン塾だ、ダンカン塾だ、はい、多分そうです、モダイジの人で、そういう人もあったね。そうですね、うち神とコンタクトができるんだ。ちょっとだってね、坊主このね、インド系のね、でもまあいいじゃないですか、普段は面白いけど、実力、要するにまだ実力を発揮できないわけですよね。どうにかして引き出してあげたいね。あげたいですよね、まさにね。31番、ジルジルさん、42歳、一応基本何でもできます、自分ここで少しでも名前が売れたと応募しました。やっぱそうなんだね。この人もカメラが回るとダメな人？いや、そういうわけでもないんですよ。あ、じゃあ受注を十分に出してもらいますよ。そっか、ね、そっちかな。難しいですね。でもとにかく雇用金やっぱりこうドーンと行きたいと、うん、会社員がいいね。人気が出ないってことは何か原因があるな。何かあるんですよ ね、我々ちょっと、うん、いい、亀尾さんお疲れっす、ね、教えてあげないと、ね、風船がもありがとう。ジルジルさん面白いですね。じゃあ次、32番愛よのお金さん、はい、素晴らしい、素晴らしいですね、いいじゃないですかね。35歳、あ、女性なの、女性なの。一番下の方にエア彼氏とお花見っていう、うん、5年以上彼氏も友達もいないので、はい、おお、カムさんいらっしゃい、ずっと一人言ってる。なるほど、デートしてる感じで、よくある AV ですよね。VR の AV ですよね。あ、エア彼氏見たいな。見たいですね。どこまでエア彼氏って行くんだろう。そうですね、エアセックスまで行くのかな。33名、柏木さん、はい、元あの芸人をやっていて吉本に所属し、あららら、 NSC でなるほど、やめて配信者で、うん、ダンカン塾に組ナンバーを目指しますと、うん、そうなんみたいですよ。これ事件を起こしてニュースになった時の、免許証です。ああ、そうなんだ。ね、うん、そんな感じしますよね。逃亡犯みたいな感じしますよね、車に貼ってあるね。結構2年ぐらいやってなかったんですけど、うん、急に最近復活して、ちょっと段階中で結構コアなファンがいて、あ、コアなファンいるんだ、はい、もう体めちゃめちゃ張るんですね、うん、いきなりあの新日プロレスに銅像破りに来たってプロレスラーに、あ、度胸あるんだ、すごいですね。これはすごい、はい、でこの後楽園ホールでさ、はい、あのプロレスやってるじゃない、はい、そこにタコマチとかだったら分かんないからさ、マスクで入っちゃってさ、ちょっと待った時に入っちゃって、分かるんでしょ、普通の流れで、流れで、でもそう、新日に行くってすごいですよ、道場破りに行くってね、いいです、度胸あるのはもう最高で、元芸人っていうのは僕でも話がね、早い感じで、ね、しますよね、なんかさね、いいじゃないですか、まあ、若いしね、あとね、はい、じゃあいきましょう、34番、いや、だってしょうがない、メインじゃないもん、卵味噌さん、これブッチャーさんじゃない、ボリューム絞ってるの、別マイクの、ピンマイクが似てる、茨城にある新幹線はないだろう、クズ野郎、クズ写真がクズだな、おい、いいだろう、クズ野郎って俺のアンチだから、徹底的に俺言ってやったから、こいつ、卵味噌、ロム線で5年間俺のアンチ活動やってたの、そのアンチに対するあの復讐見て、俺のアンチ活動やってるとこうなるから、行くってすごいですよ、道場役に行くって、ね、いいです、度胸あるのはもう最高で、元芸人っていうのは僕でも話がね、早い感じで、ね、卵味噌に復讐してやったから、ね、いいじゃないですか、まあ若いしね、張りは返したよ、はい、じゃあ行きましょう、34番、なんだこれ、おっちゃんだ、卵味噌さん、これブッチャーさんじゃないの、ねえブッチャーさん、杉坂自衛隊じゃないの、ね、似てる、ね、この方は、この方とんでもないクズ野郎で、クズ野郎、クズ、写真がクズだな、おい、北海道に住んでるんですけど、はい、まあ、本土のとあるところまで旅をすると、自転車を動いて旅をするって言って、はい、北海道からお金もらったんですよ、うん、支援、この見てる人に、はいはい、で、行ったらフェリーで茨城まで行って、茨城から新幹線で乗って、ふざけんじゃねえってなったんです、出た、インチキになるんですよ、で、全く今、あの、押されてます、あ、それがバレちゃった、バレちゃった、ダメだなこれ。リサ・ハンコックさん、いいだろ、女性、46歳、うんうん、なんかもっとなんか庄屋みたいな印象悪くしといた、なんかね、うん、すごい、熟女バーへようこそとコラボ枠、ダンカン塾へのジャズを流しながらバーの気分をリスナーさんに味わっていただく配信をしています、普通だな、でもまあ熟女を認してるんだね、熟女書いてるから、46歳、
36歳って俺と同じだね、大体同じだね。お一人なんですかね。ねえ、お一人なんですかね。36番、愛子さんか。愛子女性。女性の中で多分一番近いです。あら、頭おかしい。はい、よくトラブル起こすことで喧嘩してます。あ、喧嘩、あ、配信者、こうなんか見てる人と、さっきのヒカル君って言って体力、富士山、ある中の男の子と髪の使いやすいの喧嘩普段温厚なんですけど、お酒が入る。またお酒かよ。ある中ですね。ある中ですね。こんなの落としたら大変だぞ。大変ですね。気がついてるんだよね。気が強いから、ね、オフィス来たら長い手紙来ますよね。危ない。どうしようかな。どうしようかなですね。はい、よっさんエントリーしてないよ。ボンちゃん、ボンちゃん、ボンちゃん、26歳、女性。26歳、うん、結構もうキャリアも長くて、おしゃべりも上手くて、人気がある、うん、あらららら、そうで、元プロボクサーで運動神経も、あ、女性で、はい、お、かっこいいじゃない、もうプロをやめ、ライセンスに移動しちゃったんです、うん、すごい、じゃあ、ね、体力もあるしね、うん、なんか背も大きそうだしね、そうですね、スタイルを、ね、誘うんだ、はい、うん、なるほど、まあ、なんかいろいろできそうですけどね、こうなんか運動系、ボクシング、まあ、ボクシングがいい、ね、スタイルいいよね、スタイル見ますよね、身長高いんですね、身長高く見ますよね、38番おんちゃんもエントリーしてる、来たー、どの深夜食堂、多分50、50年、うん、ちょっと東京も20年あらららら、来たー、ヒクソン・グレイシーと小田さんの試合とか、ヒクソン側で交渉をずっとやって、次、殴り込み行った時の、あの、試合の方ですね、試合の方か、あ、あー関東さんとも友達で、こう殴り込んだ方が、あらら、すごいじゃん、格闘家すごい、本当にお友達、あ、友達です、お友達だって1回だけ写真一緒に撮ったとか、いっぱいいるからな、すごいらしいですね、はい、へぇー、捨て頃、まあ、それすごいんだね、はい、格闘技好きが意外に多いね、ドレさん筋肉すごいよ、はで、でもいい感じがするもんね、腕とかね、すごいですもんね、ちょっといじりどころが分かんない、待ってみたいですね、怖いけど、39番、スマーンさん、28、若い、これまでの人気企画、ナンパ配信だ、心霊配信だと、うん、オカマとラブホテル配信、うん、大喜利配信、うん、なるほどね、はい、お笑い芸人、まあ、フリーだという感じがね、うん、僕の笑いなんなら何でもやりますと、はい、らしいですよ、お笑い芸人、なんか、ね、面白いこと書いてないのか、そうだ、そうだ、太くのプスっていうのがないとね、お笑い芸人がね、一応ね、さあ、行きましょうか、40番、もうそろそろ終わりに近づく、40、ジョニーをの、これなんかあれだよね、シェパーのただのライブとか来てるやつですよ、ショールーム、ああ、なんか後社長とか言われてる、そうなんかあったことあるんじゃないですか、ある、そう、なんか本当に社長なんだよね、そうなんか社長で、そう飲んで、ドーマかなんか打ち上げで行って、うん、そうすごい社長でさ、だから言うこともしっかりしてるね、そう、俺もなんか一回偶然喫茶店かなんかであったらちゃんと、あねえ、すごいよね、あの、北子さん、よろしくお願いします、うん、なんかちゃんとしてます、で、歯組みも刺さないんだ、そうだけど一切思ってくんないの意味ない、よしですね、社長って、その社長意味ないよね芸人殺しなんですね41番、パトラッシュさん、はい、これさ、ちょっと待ってよ、これ汚ねえよ、パトラッシュさんよ、潜在写真でさ、上半身裸でつぶらな瞳で、これ何なの、これ汚くねえよ、俺さ、俺もうずっと言いたかったんだけどさ、パトラッシュさんさ、俺さ、書類選考の時にさ、この写真さ、この写真笑うでしょ、俺もうさ、吹き出し、もうはこれずるいよな、タニシさんな、パトラッシュさんな、普通さ、なんかさ、こういうオーディションの時とかにさ、送る潜在写真ってみんなしっかりしてんのに、一人だけなんか裸なんだよ、で、めちゃめちゃつぶらな瞳なので、これこの番組では触れてないけど、うつ病について A4 のレポート3枚ぐらいのページで、なんかうつ病はこれで治りますとかさ、すっごい書いてあんのよ、いや俺とんでもねえなと思って、この人すごいね、本当になんかびっくりしたよ、俺パトラッシュさん出てきた時、これさやっぱ面白いね、社長なんだよ、不動産屋の、優勝でしょ、パトラッシュさん、だけど一切思ってくんない、裸の写真だよ意味ない、優勝ですね、社長って、その社長意味ないよね芸人殺しなんですよ41番、パトラッシュさん、はい、49歳外国のこと、外国、いや、40歳社長さん、うつ病とパニック障害、不眠症を食べ物で治す、全部スーパーで買える食材とその料理配信、劣等感のトラウマを潰す、謎の病気、エネルギー、泥棒に気をつけろ、女性に人気ですね、あの占いとかが大好き、ああ。
こう健康相談とか喋りがバンバンうまくてお茶飲んだら病気治る。ちょっと待って、ダンカンさんの顔よいるいるいるみたいな、そういう人いるみたいな。ダンカンさんにこの顔させるってすごくない？俺もね、パトさんの説明してる時のこのダンカンさんのこのリアクションで吹き出しそうになったんだけど、ほんとこのここ好きなんだけど俺。ダンカンさん見て、喋りがバンバン上手くて、開いた口塞がる。あー、なるほど。リビングで後ろにバイクある。へー、すごいんだ。引いてるからね。じゃあ、とりあえず1回目、あの面接とか、ここでやろうよ。そうそうそう。ダンカンさんがパトラッシュさんの家で、今度の撮影ここでやろうぜって言い始めてるからね。この後ろのバイク、これ乗っても平気かな。室内で。ね、高いのにすごいよね。酒飲みながら。ちょっと交渉してよ。そうね、金の香りがしたんだよ。そう、嗅ぎ分けたんだよね。いや、もう開いた口が塞がらないだよね、まさに。笑ったわ、これ。現場の空気も面白かったもん、ちょっと。これ大丈夫みたいな。パチンコ廃止宣言、廃線が、うん、パチンコ取るの、要するにパチンコ屋の前でパチンコ屋のたまに良くないとかさ、なるほどね。思想色が強い方、思想が強い。俺思想ないからね。ないからね、俺らもあればいいけどさ、主義も主張も思想もないですよね、実は。我々コロ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 変わるからね。あの本当僕ら言ったこととやってること全く違う時あるじゃないですか、うん、もう今日は絶対酒飲まないっつってもう完璧に手持ってたりします。あるある、それにかなり近いことあるあるある。タバコやめたっつって煙吐いてますね。本当に一応ここで大体なんかこんな感じの41人、うん、42名、42名か。まあ、正直言ったらみんな名前、まあ、僕らが選別しても生意気なら100も承知ですが、これ物理的人数がねあんまり多いと無理だから選んでるわけであったと。本当の時は全員あってみたい、本当全員あってみたいね。なんかさ、ね、全員ね、素晴らしいよ、うん、あのね、だって1回しかない人生なのにさ。そうですよ、サラリーマンやってさ、朝から同じようにね、満員電車で試験に向かってさ、5時になったら終わって、うん、それで生きてるかっていう、うん、まあ、ここそれも否定するわけではないけど、全然それも否定しないけど、うん、それよりも、うん、何か、ね、うん、ダメなのは分かってるけどさ、もしかしたらそこに宝物があるんじゃないかなって掘り続けてる連中がここにいるんだもんね、うん、そうですよ、それはね。いやー、なんかこのコメント泣けるよね。なかなかの、なかなかのこのコメント泣けない？なんかさ、配信者の気持ちをさ、プロフィール欄で一瞬で汲み取るってなんかすごくない？ここ、もうちょっとね、現場でね、ほろっと来たよこれ。あー、やっぱなんか昔のね、辛かった芸人さんと配信者って似てんのかなとか思ってさ、ここ泣けない？響くよね、なんか。ほら、あのさ、実はビートたけしさんがの番組で関慎吾が取り上げられたことがあったので、要は無職でなんか乞食してるっていう叩く感じで関慎吾を紹介された時に、ビートたけしさんは、いや、このあんちゃん仕事やってんじゃねえかよって、芸人と一緒じゃねえかよって、この子が乞食なら俺ら何なんだよって言って、結構関慎吾さんが響いたっていうのと、やっぱお弟子さんじゃん、たけしさんの。だからやっぱたけしイズムってここにあるんだなと思って、俺ちょっと現場で泣きそうになったよ。本当はなってないけど、でそれで生きてるかっていう、うん、まあ、ここそれも否定するわけではない、全然全然それ否定しないけど、うん、それよりも、うん、何か、ね、うん、ダメなのは分かってるけどさ、もしかしたらそこに宝物があるんじゃないかなって掘り続けてる連中がここにいるんだもんね、うん、そうですよ。それはね、たけし軍団のモニムーソーでダンカンさんに預けるわけだからね。なかなかのそれは大変なこと、ね、うん、ちょっと持ったね。我々、島かなんかもらって、みんなでそこ、違う国作ってください。そうね、独立国家作ってもらってね、いいですね。そこはもう違い方言だから、ね、でもいいけど。まあ、本当はなんか、そうなんですよ、皆さん。はい、ワドツ、手にいらっしゃい。だけど、どうしても物理的に、ね、オーディオン会場とかなんか、どうしても半分ぐらいにしちゃうと思いますので、うん、ということで、とりあえずここまで今日はということで、ね。パトリシアさんだっけ、なんか、うん、パトラッシュ、パトラッシュ、パトラッシュ、うん、次の、 あの、ね、収録場所は決まったんです、とりあえずね。だけどパトラッシュさん、受かってるかどうかわかんないよ。それとこれだけ最悪ですね、落ちて家だけ貸して、最悪ですよね。まあ、そんなこともあるよと、はい、はい、ということで、とりあえずここに一旦、はい、皆さんね、応募してくださって、はい、ありがとうございました。ということで、
動画の次回にですね、あれこれアノテーションが切れてない、ちょっと待ってね、アノテーション切るのってどういったんだっけ、これ邪魔だけど、はい、ということでとりあえずここに一旦、ね、はい、分かりました、皆さんね、応募してくださって、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。これね、次回結果発表って書いてあります。次回結果発表って書いてあるね。あれどうだったっけな、字幕オフソフト、あれなんで切れないんだろう、これ切ったらね普通ね切れるはずなんだけど、なんかここに結果発表って書いてあります。はい、かっこいいでしょ、チャンネル登録、わーすげー増えてる、あーどんどん増えてるね、いい感じですね。 CM もねかっこいいんでちょっと見てみましょう。 CM がこれです。リンク貼ってあるよ、かっこいいでしょ。弾丸塾、募集しまして、からすごい世界が、おい、トモさんいらっしゃい、こんなの高橋君なんか来ちゃってまずいじゃないですか。 AV よって言うんですか、トクトク輸入してそれ日本全部埋まったのかしら。条件付きで、はい、両親込みで入るんだから、あ、なるほどね、死なれるとこまで竹橋ふざけんじゃねえみたいなこと言ったんですよ。謝らなくてよかったのにね、ねえ、面白かったのに、よかったのに、ね、いいよね、かっこいいよね、弾丸塾 CM。 これね2バージョンあって、 CM 作るのもね、あの現場に一緒にいたんですよ。これかっこいいよね、これかっこよくない、これめちゃめちゃかっこいいと思って、すげえかっこいいんだよね、俺めちゃめちゃこんなん作りたいわ、俺もかっこいいよねこれ、これかっこよくない。 195cm まだ伸びるかな横山みどさん市議会議員に行こうする、行こうよ、みんなで公園立川市議会の議員になるか、もし受かったら団塾に来るか、出るさん、はい、いい男だね、いい男ですよ、だいたいトムソイクつけるとつまんないんだよ杉作自衛隊のじゃないパトラッシュさん、不動産屋の社長さんね、ということで皆さん見ていただきありがとうございました。どうでした、うん、いやパトラッシュさんはずるいよ、あんな面白いに決まってんじゃん。どうだった、正直な感想をね、ぜひ正直な感想はいいや、俺に気使った感想書いてください、うん、トータルパトラッシュさんが全部持ってくなんて想像してなかったでしょね。パトさんが注目浴びるのっていう、ここがね結構意外だったかな俺。もうね正直ね、あのだから誰がハマるか分かんないよ、誰が受かるか、この流れ読めないね正直。どうなるんだろうなこれ、どうなるんだろうなって俺結果知ってるんだけどね。でもなんか配信者とそのね、あのテレビの芸人さんのコラボレーションって面白いでしょ、良かったでしょ。まだね本編っていうか、まだ面接っていうかね、面会はしてないけど、うん、会ってない段階で結構噛み合いそうなね、遅えよバカ野郎、うん、遅えよ、お前が5年間俺に書いてきたアンチコメントを俺は弾丸塾にぶつけるって決めたから、うん、お前を全力で落とす方に、うん、いや面白くない人はまあ見なくて結構です、僕は面白かったんで。卵味噌こびてくんじゃねえよ、うん、あ、アメリカ人さんいらっしゃい、ひまわりの種食べたの、とっとこハム太郎かな、うん、まあね、なんかケミストリーが起こるんじゃないかな。今ネルさんがツイートしましたね、ネルさんがツイートしてる、見てみようか。弾丸塾応募した件、公式が審査風景の動画アップしたんだけど、動画の説明文に俺らの名前が入ってる、わら、うん、え、何、え、喋ったの、え、何、
電話かかってきた。え？もしもし。はい。いや、どなたですか？はい。あ、よっさん？え、ね、なんでよっさんが、え、はいはいはい、どうしたんですか？はい、ああ、ありがとうございます。え、携帯のあれ任せてるっていうか、これ彼女の電話番号ですよ。なんでよっさんが知ってんすか？知らないよ。はい、彼女の番号ですよ、これ。僕、携帯電話持ってないんすよ。いや、はい。ていうか、LINE 繋がってるじゃないですか、よ。はい。あ、いや、わかんないっす。ちょっと待ってください、よっさん。あ、わかんないっすね、なんでか。いや、俺もわかんない。なんで、なんの、これ。お、あーですかね、はい。ごめんなさい、ちょっと本当に。あ、いやいや、全然、いつも一緒にいるんで大丈夫ですよ。え、同棲してんの、彼女と？あ、一緒に住んでます、僕。あ、そうなんだ。はい。彼女って、はい。でもこれ失礼なこと言っていい、ちょっと。あ、いい、全然何でも。かわいい。かわいいっすね、のりこは。かわいい。何歳ですか？彼女、35ですね。マロさん何歳？僕33です。あ、年上なんだ。はい。かわいいんだ。めちゃめちゃかわいいっすよ。マジで？いや、マジっすよ。いや、だって本当に人気ですもん、僕の彼女。人気ある？めちゃめちゃ人気ですよ。あ、やってます、やってます、今。あ、今放送中？あ、やってますよ、ふわっちでやってます。ダンカン塾の、あの、放送じゃごめんなさいよ。あ、全然、いいっすよ、いいっすよ。はい。ごめんなさい、ほんとに、なんか、ちょっと、かけちゃって。いや、珍しかったんで、びっくりしましたよ。うん。はい。あ、でも、あ、そっか。ありがとうございます。はい。はい。ごめんなさい、かけちゃって。お、全然。いや、何があったんですか？いや、なんか、はい、ふわっちのこだまが、はい、なんか、来たら誰でも電話かけるよって言われて、ワドウさんにかけるって言われたから、かけられた。ふわっちのこだまあったら。はい。うん、いや、でもワドウさんさ、はい、いい人だね。おー、いいよ。おー、いや、そんな悪いやつですよ。僕、前科3犯なんで。あ、前科3犯なんだ。そうです。はい。うん、あ、そっか。はい。いや、でも、はい。仲良くしてよ、俺と。いやいや、僕、全然、よっさん大好きですよ。ね、いや、なんか、ワドさん、ほんとだ。ダンカンジュだよ、ダンカンジュ。なんか、言ったじゃん、ダンカンジュがどうなのか。ダンカンジュはどうなの？あ、ダンカンジュ、たった今、番組がスタートして、夜の9時にアップロードしたんで、もしよかったら見てください、YouTube にあるんで。あ、そうなの？はい、キャプチャーしていいんで、全然。ディス。ディスは絶対やめてくださいよ。オフィス来たのとかの兼ね合いあるんで、シャレにならないんで。ディスはやったらディスはダメだ。キャプチャーはしていいんですけど、ディスだけは、ほんとオフィス来たのとか、TN5 の兼ね合いがあるんで、絶対ダメですよ。絶対ダメです。ディスだけだったらいいんだ。そうですよ。放送でキャプる分にはいいんですけど、この前ディスったじゃないですか。結構問題になってますよ。嘘でしょ。いや、マジですよ。マジで、なんか、そうですよ。香川さんと、よっさんは今後オフィス来たのはできんですから、絡みは。いや、本当ですよ。だって、ミーティングで、何なんだこいつってなりましたよ。誰なんだこいつみたいな。香川と俺が？そうです。だって、YouTube に今トップで出てくるんですもん。ダンカン塾ってやるとディス放送が。だから、挽回してくださいよ、ちょっと、ダンカンさんに。ああ、そうだったんだ。はい。じゃあ、何もディスらんけど大丈夫なんで。
ディスらなきゃ大丈夫です。はい、僕フォロー入れとくんで。オフィス来たのに、はい、よろしくお願いします。マロさん、なんか申し訳ない放送中ごめんなさい。あ、いいえ、とんでもないです。ありがとうございます。ありがとうございました。こちらこそ。失礼します。あんま会ったけどあんま話せなくて。はい。すいません。いいえ、とんでもないです、はい。今後ともよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。失礼します。失礼します。はい。はい、すいません。いいえ、とんでもないです。のんちゃん。はい。よっさん、登録しといて。びっくりしたでしょ、のんちゃん。よっさんだったわ。よっさん、なんでのりこの番号知ってんだ。突したことあったっけ。なんだ、まあいいや。ねるさん、いや、よっさんからかかってくるとか、なんかなかなかないかんね。弾丸塾に応募した件、公式が審査風景の動画アップしたんだけど、番組によってリツイートされてますね。うん、うん、なるほど。ちょっとよっさんさ、弾丸塾ディスらないように言っといてよ、みんな。年齢詐欺やめて。よっさんさ、監視して。いや、マジでオフィス北のサイドが何なんだってなってるから、ちょっとね、結構裏で大変なんだよ。結構本当に大変なの。マジでね、訴えるか訴えないかになるよこれ。だってさ、タレントを所属してるわけですよ。で、タレントで名誉毀損に値するでしょ、普通に個人で。よっさんさ、自分の影響力分かってないんだよ。インターネットで弾丸塾ってやったらディスが出てくるんだよ。絶対ダメでしょこれ。だってさ、番組が潰れるわけだよこれ。やってみようか、 YouTube で。いや、じゃあ前回大変だったの。 YouTube で本ちゃんの番組見ようと思って弾丸塾ってやるじゃん。弾丸塾ってやったら、まあまあこれは本編だからあれだけど、おい弾丸ってやって香川さんが出るでしょ。で、ゆいがさんのディスでしょ。ほら、よっさんいた。よっさん、弾丸をどうしても好きになれない真相を激白するって、これダメでしょ。これ印象悪くするでしょ、この3人。だからこういうところなんだって、配信者の良くないところは。ダメだよ、うん、ディスは許さないよ。いやいや、笑えないでしょこんなの。面白いのさ、一般の人だけでしょ。何が面白いの本当に。俺仕事で一生懸命やってるわけだから、番組内容見てね、できんでしょもう本当に。いや、マジでね、これ以上やったらマジで法的手段に出るよ俺。マジで全力でよっさんのこと潰しに行くよ、全力で。あ、もしよかったらね、この URL リツイートしてください。よろしくお願いします。この URL リツイートで。いや、面白いでしょ、どう考えても。名誉毀損だよ、完全に。完全に名誉毀損でしょ。ダメだよ。ありがとう、ペンペンさん、風船ガムありがとう。いや、マジでね、まあ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 、放送だからね、しょうがないけどね。ちょっとならしょうがないけど、もう動画ね、上がっちゃったから。あ、まあ、ほどほどというか、もうこれ以上はやめてほしいよ。逆に注目されないかな。いや、大丈夫でしょ。うん。よっさんは物分かりのいい人だと思うよ、俺は。全然大丈夫だと思う。
風船ガムありがとう。どうだった弾丸塾、うん、面白かった。結構ね、思ってたより反響があるかな。思ってたより。まあね、これからだよね。実際その選ばれた配信者がダンカンさんとどうやって絡んでいくのかっていうので、神回になるのか、まあつまんなくなるのかっていうところかなって俺は考えてるけど。あれ、ふわっちのトップページが開けない。なんだろうこれ。アイテムありがとう、ヤナラッキー。え、なんだろう、ふわっちがこんな状態なんだけど、なんで、え、なんで、え、どういうことこれ。あ、来た、おっそ、なにこれ。いや、よっさんの影響力は俺知ってるよ、ニコ生出身なんだから。ひまわりめちゃめちゃすごいよ、うん、ひまわりめちゃめちゃすごい、うん、エルビンありがとう、風船ありがとう、アイテムありがとうございます。こんばんは。のんちゃん緊張したでしょ。のんちゃん誰かなとね、知らない声でね、俺すぐ気づいたよ、よっさんだって。気づかなかった、うん、っていうかね、俺ののんちゃんね、よっさん大嫌いなんだよねねえのんちゃん、うん、不快な気分になってるでしょ今なんで嫌いなの、よっさんのこと。ちょっと教えて、どこが嫌いなのか言って。はい、うん、ネズミを捕獲して、うん、で餓死させて、共食いさせたりしたから。ああ、のんちゃんあれか、動物大好きだからそれで許せねえよってなってんだ。そうか、なるほどね、それだ。のんちゃんね、よっさんのこと大嫌いなので、なんでかなと思って。のんちゃんさ、別に誰かが嫌いとかいう性格じゃないから。でも俺がさ、よっさんの放送つけたらやめてって叫んだの、部屋の中で。珍しく和道さんやめて、その人嫌いって言ったから。え、なんでよっさん嫌いなんだろうと思って。ふわっちバグってるね、なんかおかしいね。なんなんだろう、なんかラグがすごい。そうそうそう、あー、まあテレビとね、ネット水と油状態だけど、でもだん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 垣根を越えていくんじゃねえかなって俺は思ってるんだよね。バグるね、なんかね、コメントも重たいね。まあ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 、多分10分ぐらいしたら治る、いつものやつでしょ。ほっといて大丈夫だよ、普通にコメントは読めるからさ。なんかまたおかしなことになってるな。アイテムありがとう、フクロウさん。ちょっと重たいね。何なんだろう、なんでこんな重たいんだろう。全然全然開かないな。放送映像はいってるのかな、プツプツなのかな。映像は多分見えてるんだと思うけど、多分エンコーダーにはバグが出てないね。ちゃんと見えてる、ありがとう。なんだろう、サーバーが重たいんだな多分な。だからほら、よっさんがオフィス来たのをディスったからこうなったんだよ。うん、司会ではない、司会はある北郷さんあ、猫さんありがとうね、早起きの猫さんありがとう、の前のあるさんありがとう。うん、あのね、俺はあの裏方、スタッフ、俺はあれだよ、司会じゃん、 MC じゃないよ。うん、ありがとう、でも見てくれて。もしよかったらあの感想はね、 YouTube のコメント欄に感想を書いてください。うん、つべに感想を書いていただけると番組制作一同
励みになるんで。そうなんですよ。コメント欄にさ、ワド頑張れとか書いてくれても嬉しいし、俺も、うん、もしよかったら YouTube にコメント書いて。アンチコメントはいらないよ、うん、ダンカン塾って検索すると一番上に出てくるから。見てみようか。ダンカン塾って検索するとこうなる。ここ、これダンカン塾って YouTube で検索するとこれが出てくるから、これが番組なのね。ようやくスタートした。でここの下にコメント欄書いてあるから、みんな書いてくれてるね。ハニー大木さんだ、選ばれることを願ってますって。あ、ここに書いてあるね。なんで和道がいるんだよつって、うん、ここにコメント書けますんで、もしよかったら応援コメントよろしくお願いします。動画に YouTube に。卵味噌とかも書けばいいんだよ、 YouTube のアカウント持ってるなら。ふわっちバグ治んない。今書いたの？嘘嘘。いや、あのね、ヨッサンとね、金梅さんは反対派なんだよね。よっさんもね、あんまり弾丸塾よくこんなうまくいかないよって言ってたね、うん、見てないけど低評価をしましたって。うるせえわ。え、卵味噌乗ってないけど、コメント書いてないじゃん。たまたってやつ、え、どれ卵味噌、コメント欄ないけど本当に書いた YouTube に。え、どこに書いたの。コメント欄に卵味噌いないけどな、書いたの本当に。え、書いた卵味噌載ってないよ。あれ、コメント欄消えた。え、なんだサーバー重たいな、なんかクルクルしてる。え、なにこれ。あ、来た来た。あ、いた。結果が気になるぜっつって卵味噌いたわ。バットボタン押そうか。バットボタン押そうか。バットボタン押そうぜ、みんなこれに。えいつって、うん、てか卵味噌チャンネル持ってるんだ、それが気になるな。卵味噌チャンネル、うん、うぜえなんだろう、うぜえな、なんだろう、すげえうぜえ。何これ、ニート界の神って書いてあるけど。てか意外とやってるな卵味噌な。35人、はずチャンネル登録者35人、はず。何それ、本当に配信者かよお前。チャンネル登録35はねえわ。こんだけ動画アップロードしてお前35人ってどんだけお前才能ねえんだよお前。どういうことだよ。エントリーはね、一応ね、弾丸塾はね、自由にできるっていう感じを取ったから、エントリー、オファーはかけてないんだよ、こっち側から。知恵袋なのは誠でしょ、クララさん。誠だよ、誠。大阪の。北海道だよ、卵味噌。ダメだな、ふわっち。全然コメントかけてない。ひどいな、ちょっと。どうなってんだ、これ。なんか閲覧数もバグってない。
何なんだろうこれ。閲覧数173でずっと止まってるからこれバグってるよね。何なんだろう、なんかおかしいな今日。調子悪いね全体的に。ふわっちがどういうことなんだ。コメント打てないですよね。なんかラグがひどいなと思って。1分ぐらいかかってる、まあ、しょうがないね。定期的になるんだよね。いやどうなんだろうね。じゃあ5秒後に手を挙げて、5、4、3、2、1、手を挙げて、1、2、3、4、5、6、7、8、8秒だね早猫さん。あ、まあ治った治った治った、8秒治ったよ。うん、あ、猫マーク、うん、治ったね、うん、大丈夫だね、よかったよかった。やっと元に戻ったわ。他の配信者もぼやくよね、ここまでひどいと。これだって放送できないもん。アイテムありがとう、マメさんありがとうね。この 2,3 日忙しかったけど、でもなんかこう弾丸職無事に発表できてよかったよね。動画の編集とかさ、これ実はもう結構1週間ぐらい前に撮影してる動画なんだけど、やっぱりさ、編集とかいろいろ絡んでくるから時間がかかるんだよね。 YouTuber みたいにポン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 動画上げるわけにもいかないからさ。でもその分クオリティは担保されてるからありだなとか思って。結構ね、弾丸塾に関するこうツイートとかもエゴサーチしてみると面白いんだよね。見てみようか。うん、弾丸塾ってみんな書いてるね。弾丸塾、弾丸塾というか人殺しに興味ない、ネタ切れでオッツであります。弾丸塾紹介動画見たけど、さすがラタダ、え、ラタダ名前なかった。弾丸さんこいつはシャレになんねえとか思ってんだろう。関わったらなんかちょっとよくわかんないね、うん、結構ねツイートされてるね弾丸塾。ゴロリさんもツイッター書いてくれてる。ネット配信者の人気はリスナーが支えた絶対的な支持、特にこの5年以上生きている配信者は。あ、まあまあそうだろうね、うん、だから弾丸塾見てて思ったのが、ネットで評価されてる人っているじゃん。緑さんとか野田総理とかネルさんとか、便所太郎さんとかで、弾丸さんってネット全く見ない人なの。それなのに、弾丸さんが食いつく人ってやっぱ有名配信者だったから、やっぱね持ってるんだなっていうのはとことん感じたね。持ってるんだよ、なんつうの、その人、芸人さんとかに注目される何かを持ってるんだよね。そこはすごいなと思ったよ見てて。あ、売れる人はやっぱ必然的に売れるんだなって思った。野田総理とかもだから結構食いつかれてたもんね。あれは面白いよな。まあでもなんかこう逆にテレビ向きな人とかもいると思ってるから、配信者の中に。逆にこれきっかけにねタレントになる人とかも出たら面白いなとかも思ってて。
弾丸塾動画発表されて今ね見たよ、もうみんなで一緒に見たの、もうアップロードされてるよ、ほら弾丸塾アップロードされてる、これを今一緒に見てた。タレントじゃ意味ないかどうかは人によるんじゃないの、何に意味があるかちょっとわかんないけど、オープニング動画かっこいいんだよなこれ、何回でも見たくなっちゃうんだよなこれ、バーっつって好きだわこれ、めちゃめちゃかっこいいんだよな、これかっこいいよね、閲覧が止まったまんまだな、閲覧バグだなこれ、完全な、もし弾丸塾見たい人はここの URL クリックすると弾丸塾見れるんで、もしよかったら見てください。本当だ、コメント全然反映されないね、今エンターキーポンと押したんだけど全然出てこない、多分今コメントいっぱい書いてるんだろうなみんな、なこれじゃ放送になんねえよな、ちょっとな、全然反映されないじゃないこれ、コメントバグどころじゃねえな、コメントが反映されねえわ、なんだこれ、ちょっとひどいな、あ、落ちた。